リポーターの菊池紀美子です。山形県はちょっと控えめな県民性もあり、アイドルの空白地域と呼ばれることもあります。しかしそれを変えた山形の女性がいるんです。鈴木由美子さん、山形市にあるダンススタジオ MPF の代表であり指導者です。子供から大人まで200人以上の生徒にダンスの楽しさを伝えています。頑張んなきゃって、生徒じゃなくて自分が頑張んなきゃもっといいもの作れないっていう、もう常にその気持ちで、私下手っぴだからまだまだ頑張んなきゃっていう、どうしても夢は TRX さんと一緒に踊りたい夢がもうひしひしとあったので、ダンスの指導者として、さらに OL としての仕事、そして家庭育児も全力でこなしながら、40歳を過ぎて見事オーディションに合格、 TRF と一緒に踊る夢を叶えたのです。子供たちにもダンスを通して夢を叶えてほしい。今をときめく東京女子流や、今年 NHK の紅白歌合戦に初出場する e-girls のメンバーなど、鈴木さんのスタジオから次々とアイドルやダンサーが生まれています。こう回っていきたいと思うんですけど、こんなスタジオ、こんな子たちがいるんだよって、まず県内、あと東北、全国、そしたら世界、中央にわざわざ行かなくてもこの地元で夢叶うっていうことを掲げていきたいっていうのが